サンペドロ駅はフィリピン国鉄南方方位線の駅。地上駅。ラグナ州サンペドロに存在する。現在二つの駅が存在する。旧駅は旅客がビコール地方に向かう列車に乗るために使うことができ、ビニャン駅やカランバ駅向けのマニラ首都圏通勤列車やカルモナ市専業車両のターミナルだった。現在は PNR 宿舎として使われている。軌道は三本あり。 一つが南方本線へ、一つがカルモナ支線へ、一つが大使線であった。2010年、かつてカビテ州ジェネラル、マリアノ・アルバレスの駅に向かっていたカルモナ支線の軌道の南ルソン高速道路の交差点の部が解体された。2013年12月、サンビセンテ通りの近くに新駅が建設され、開業した。2013年の秋には、 一日六回の列車運用があり、午前にトゥトゥバン港が二回、サンタロー作業が一回、午後にサンタロー作業が一回、トゥトゥバン港が一回、最後の一回はサンタローさへの早朝の便であった。2018年10月時点では、サンペドロ駅では一日四回の列車運用があり、朝方トゥトゥバンに向かう二回の北方行き列車が出る。これらの列車は、 首都南方通勤列車456号、546号である。456号はママティド駅を発し、サンペドロに午前5時36分に到着する。546号はカランバ駅を発し、456号の1時間後の午前6時36分にサンペドロに到着する。残りの2回は南方行き列車であり。 1837号と1907号である。1837号はカランバ駅終点であり、サンペドロに午後8時11分に到着し、1907号はママティド駅終点で30分後の午後8時41分にサンペドロに到着する。カルモ・ナ行の視線はデラロ・サからのシャトルサービス再生で再建の目標となっており、2019年に 再開したいとしていたサンペドロ駅は以前はサンペドロズナさんとして知られていた。1908年8月1日にモンティンルパからカランバへの南方本線の延伸区間として開業し、1972年にフェルディナンド・マルコス大統領の計画したマニラ首都圏通勤列車事業のために旧駅の最後の改築が行われた。開業当初の1908年の MRR 社時代、駅は今の新駅の位置に存在していたが、ホームと駅舎は現在と反対側の東側にあった。軌道は3線あり、一つが対比側線、一つが交換線、最後の一つが本線であった。新しい駅はホームの高さが上げられ、MRR 社時代の駅と同じ位置であるが、MRR 時代と対照的に線路の西側に施設が存在する。 サンタロー作業の通勤サービスの再開のために2013年12月23日に開業し2016年10月5日に運用が再開された。かつてフィリピン国鉄北部本線の支線でパニキ駅から分岐する他、ヤグ線にも同名の駅が存在していた。このためサンペドロラグナ駅と呼ばれて識別されていた。ありがとうございます。